11月29日朝7時の相場解説になります。デイリーを今見てるんですけども、動きとしてはね、こういう風になっているよってことをね、もうざっくり書きますよ。こういう風になっているよってことですよ。でここが転換点になっているよってことでございます。で、肝心なのはこうですね、このずいぶん前に引いた赤い線がありますね。ここ今ここがレジサポ転換して上の方に向かってますんで、これからはね、こういう風に行くんじゃないかなと思います。となると、ここがこうなって、ここがこうなって、ここがこうなって、入ってきたところはこういう風な、まあ左右対称みたいなね、迷信が見えるかなと思います。これはあんまり当てにしないでください。私がね、こういうの左右対称が結構好きなんですよね。で4時間足見てみますと、ここでちょっとね、落ち着いてきてますね。ここですね、ポイントは109円の490で今止まってますけども、ここが、なかなかのポイントになるんじゃないかなと。ざっくり線を引くと、こういう風な形で上に突き抜けようとするところですね。おっと、 W が見えますね。 W の右辺が強いってのを毎回申し上げてますけども、こういう風に上に抜けていくところが先ほどのデイリーと同じように感じれるところです。さあ次です。1時間が面白いですよ今回。はい、こんなになりましたね。こういうふうに推移していくのは一緒です。ずっと上がっていくのは。でここで大きな立ち上がりがあって取れたと思いますけども、なんか20ピップスぐらい取れたわけでしょ。でその後一旦下に行って押し目を作った後上に行くよってことを申し上げてましたし、先ほどのようにデイリーや4時間でも同じようにね、上に向かう暗示が出てますけども、さあなんですよ。さあここでちょっとこうね、収束とか横ばいみたいな感じになってきますよね。でここを越えたら大きく上に行くチャンスなんで、エントリーの準備をしていきます。その他にもですね、15分っていうのを見ていきたいんですね、今回は。15分を見ていると、これ15分足ですけども、今リアルタイムで動いてますけども、ボラがなくなってきて横ばいになってますよね。横ばいになるってことは、ボラがなくなるってことは、ブレイクの前兆じゃないですか。大きく、陰線にしても陽線にしてもできる前っていうのは、こういうふうにちっちゃくなりますよね。これ15分ですよ。だから、この1時間っていうのが、これから面白くなってくるんですよね。買いの方で大きく跳ねることを期待して109円の565を超えて上抜けていったらエントリーしましょう。もちろんリスクエッジはかけるんですよ。もうしつこく言いますけども、リスクエッジはかけてくださいね。全てのことにリスクエッジしてくださいね。リスクエッジっていうのは何も投資の世界だけにあるわけではありません。アルバイトしようが、ビジネスしようが、どっかの社員になろうが、自分のね、収入とか自分の今やってることがダメになったらどうするってことを、少なくとも1種類ね、できれば2種類、3種類、10種類、50種類っていう風にリスクヘッジをすればするほど、うまくいかなくなった時にも結果としてはうまくいくような道を取れるわけですよね。だからね、信用っていうのは、まあ、すごく美しい言葉なんですけども、信用したからといってリスクヘッジをしなくていいってことではないんですよ。でこの相場解説もそのためのトレーニングですよね。多くの理論理屈が買いを暗示してるけども、そうならなかった時にどうするってことなんで、ロスカットラインを引いてるわけなんですよ。なおかつ、全資金の 1% までのロット投入っていうふうにね、申し上げてるわけなんですよね。だから FX で勝てない人っていうのは、この基本概念すら無視して、なぜかね、勝利だけ信じてるというね、ちょっとわけのわかんない構造になっちゃってるんですよ。やっぱりね、理論理屈をしっかりと組み上げてきて、リスクエッジをしてきて、それでも失敗することがあるということを覚悟しながらやっていくときに、まあ、油断は大敵かなと思うんですね。皆さんはね、もうこの FX の相場解説、私も3年ぐらいやってます。いつの間にか3年ですよ皆さんどうですかね。私が2017年からやってきて、18年もやってきて、2019年も終わろうとしてます。3年やってるんですよ。皆さんは3年できてますかね。毎日のようにこんな飽きもせず、どんな時でもどこにいても3年間やってますけども、さすがに3年やったら無敵になると思いますよ。それでは今回は以上です。